ドゥン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 プチプリオ。はいどうもこんばんは。はいどうもこんばんは。ヒアシス村岡です。ドキドキ沖島です。博多明太子です。D です。あ、D、ハワイ D が、はい、今日もお疲れ様です。この間阪神広島戦見に行って、あの広島マツダスタジアムこれ行って、まあ覚悟はしてたけど、俺阪神ファンとして行ったんだけど、あの360度マジ赤い、もうとにかくカープファンみたいな気持ちもちょっとこう、あれカープ行こうかなみたいな、カープ行こうかなみたいな、カープ行こうかなつか行ったら、本当もう7回表の風船なんて最高、全然飛んでなかった。それさ、やった時気持ちよかったでしょ。いや、あれは気持ちいいよ。あれはね、やれば気持ちいい。楽しかった、楽しかった。もう急いで4発飛ばしたもん、ね、少なすぎるから、飛んでる間にもう1回膨らまして飛ばした。1回やった、うん、これで勝ったんだけど阪神、その時勝った時に飛ばす風船がなかったの。あの急いで飛ばさないとと思ってぐらいな感じで、で俺が何ここのその阪神広島で何を言いたいか、まあ荒井2000本安打とか、うん、あったけども、それはね、あの結局その日はならんかったけれども、広島のフィールドじゃん、うん、で360度広島、まあ、もう応援席っていう応援席だけが阪神の席があって、俺三塁側のビジターで、あの三塁側のスタンドで見てた。でまあ行ってよーゴーメスとか言っておるけど、ほんま俺と友達だけそれ読んのあともう広島ファン、ほいで途中になんかあの広島のウェーブ、でもなこれな、ちょっと一個言っといてほしい、言いてんだけど、言いてんだけど、あの応援席ってのがもう今あって、野球場は応援席以外で立って応援したらダメなんや。あ、そうだけ、基本的にウェーブとか広島のさ、立ったり座ったりみたいな応援わかる？あれな、スタンドだと、普通のスタンドだとあの禁止。あ、そうなの、うん、ダメなの。ダメ。ほんでなのに、なんか名物っぽいよ、広島ファンがわウェーブうわーやるけさ、だからアナウンスは、はい、行きました、応援席でないところでのウェーブはやめてくださいみたいな。でもいいよみたいな。でもブワーなって、おい俺むちゃくちゃムカついて、なんか小さな気持ちになっとるじゃん、その抑圧されて、おいでもう俺の気持ちはな、おいおいふざけんな、おめえらがそんだけあんじゃったら俺はフィールド降りるぞそれが阪神の流儀だっていう、思ったっていう話ね。どうだった？どうだった？めんちゃん。ないんかい。プチプリオ。